草薙剛さんの福来くん。その響きがなんだかホッとしませんか？草薙剛さんだからできるホッとした口調でしょうね。山下さんと坂口さんも最大限愛助と鈴子のことを考えてる。それなのに運命は残酷よね。おはぎといえばカムカム、あのおまじないは残念ながら出ませんでしたね。尺の関係でしょうか？